はい、どうも皆さんこんにちは。スターリー,ーの河野玄斗です。今回ですね。非常に面白い整数問題この問題ですね。1990年の数学オリンピックの予選問題なんですけど、整数問題に必要な考え方がぎゅっと詰まってる。しかもですね。この、ね、数学の答えから逆算して考えていく。この発想っていうものが求められるのでしっかりね。その考え方を学んでいきましょう。 それでは問題。4の27乗プラス4の500乗プラス4の n 乗が平方数となる最大の整数 n を求めようと。こいつが平方数となってほしいよと。でね、大事なのが求めたいのが最大の整数 n と。これが平方数となる n をすべて求めてくださいね。じゃなくて、最大のものを求めればいいと。ここが肝になってくるね。ま,あ、まずはね、 この問題整数問題なわけだからしっかりと整数問題の3パターンっていうものを思い浮かべてあげましょう一つ目が不等式で範囲を絞り込んでいくね不等式を使うで二つ目が因数分解で席の形を作ってあげる三つ目が余り倍数を利用するとこの三つを使ってこのね問題をさばいていくまずねとりあえず整数問題っていうか数学の問題なわけだからちゃんとね 式の形で表していきたい。平方数って言われたら、ある整数 k を用いて、k の2乗という風に表せるわけでしょ。ということで、こういう風に式で表すことができるよね。ただね、こっから進めていってもいいんだけど、ちょっとね、工夫できるんですよ。っていうのもね、例えば、4a が平方数ですよ。っていう風に言われたら、この4の部分って平方数でしょ。だから、 結局 A が平方数という風になればいいよねってことが分かるわけ。同じように今回もこいつが平方数っていう風に言われてるわけだけど4のなんとか乗とかでくくれるでしょ。とすると4のなんとか乗って絶対平方数なわけだからここの部分がね、カッコの中身が平方数になればいいってことが分かるでしょ。 こういうふうに工夫してあげることによって、幾分式を見やすくすることができるわけなんですね。で、今回、何乗でくくれるのかっていう話なんですけど、これぶっちゃけね、n の値によるんですね。例えば、n イコール1っていうのが入ってた場合、これ4の1乗足す、4の27乗足す、4の500乗っていうふうになって、4の1乗でくくれる。一方で、n が1000だった場合ね。n が1000だった場合っていうのは、4の27乗、500乗、1000乗なわけだから、4の27乗でくくることができる、ね。 要は27か N かこのどっちか小さい方でくくることができますよってことはわかるここでね思い出してほしいこと結局今回求めたいのは最大の整数 N なわけだから N が大きければ大きいほどいいわけでねとするとこれねわざわざ27より小さい場合と27より大きい場合っていうふうに場合分けせずとも 大きい場合だけ考えて、もし n があったら、もうそれでいいわけ、ね。27より小さい方を考える必要がありませんよと。だから常にゴールから逆算して何を求めなきゃいけないのかってことを考えていくことが重要なんですね。ということで、この問題の場合は、n が27以上の場合を考えていきましょう。そうすると、4の27乗でくくってあげることによって、1プラス4の473乗プラス4の n-27 乗と、 こいつが平方数になってほしいわけで、4の27乗はね、4が平方数だから当然平方数。ということで、1プラス4の473乗プラス4の n-27 乗、こいつが平方数となればいいよね、っていうふうになるよね。じゃあ、これを改めて、ね、k の2乗というふうに置いてあげましょう。で、簡略化のために、この n-27 のね、ラージ n みたいな感じで置き直してあげると、見通しが良くなります。 じゃあ、こっから先ね、どういうふうに考えていけばいいのか。えー、っと、1たす4の4 7 3乗たす4の n 乗が k の2乗。こういうふうに式置けたけど、こっから先わからないな。こういうふうに行き詰まった時のための、ね、3か条でね。整数問題の3パターン。これを常にね、思い浮かべてあげると、まあ、こういうね、式の場合って、因数分解が使えることが多いのね。 特にね、まあ、この2乗っていうものがある場合、和と差の積に分解することができる。まあ、この2乗っていうのは実はあまりともね、相性がすごくいいんですけど、今回の場合ね、この1プラス4の473乗プラス4のラージヌ乗イコール k の2乗。この式を分析してあげると、結局、ここの部分って、ただの定数ですよね。ね、定数。 で定数以外の部分に着目してあげるとこことこここれ移行したら4って平方数なわけだから2乗引く2乗の形にできるわけすなわち因数分解の積の形イコール定数っていう形に持っていけるなってことは分かれない、まあ、これ移行すると k の2乗マイナス4の n 乗なわけだからまあ4の n 乗を2の n 乗の2乗っていうふうに置き換えてあげることによって k プラス2の n 乗と k マイナス2の n 乗。こういう和と差の積の形に因数分解することができて、イコール定数と。こういう形にできる。こういうふうに因数分解してあげることによって、ね、整数かける整数がある値。ということは、それぞれの整数が4の473乗プラス1の約数になってればいいということがわかる。 すなわち、このね、絞り込みができるわけ。k プラス2の n 乗と k マイナス2の n 乗の絞り込みができますよってことがわかるね。じゃあね、これ4の473乗プラス1の約数。えー、この約数って何だろうなね。んまあ、1は約数で、じゃあ2はあ、これ偶数じゃない。じゃあ3はう,うん、3はどうだろう。4は ?4 は違うな。5はね。たくさん出てくるね。 しかも、じゃあ100はとか200はとか言われても分かんないですよね。分かんない。じゃあこのね、方法、この約数が分かんない時点で、ね、因数分解の形に持ってってもダメか、って挫折してしまってはダメなのね。なぜかというと、今回の場合求めたいのが何か、常に、ね、答えから逆算していきましょう。答え。最大の整数さえ分かればいいわけ。ね。要は、 この n が大きければ大きいほどどうなるかなっていうことを考えてあげてほしい。今回の場合ね、k プラス2の n 乗と k マイナス2の n 乗でしょ。これって結局、k から2の n 乗増えてる方と2の n 乗減ってる方、それを掛け合わせてるものでしょ。まあ、数直線で表してあげると、k があって、それよりも2の n 乗大きいやつと2の n 乗小さいやつ。ね。この2つを 掛け合わせて出てきたもの。それが4の473乗プラス1というふうになればいいでしょ。でね、この n が最大になるとき、どうなればいいんだろうっていうふうに考えた場合、そこから逆算すると、結局2のラージ n 上ね、ここの部分が大きくなればいい。つまり、この2つの距離、距離が、差が最大となればいいよっていうふうに分かるね。としたら、 二つをかけてあげて、4の473乗プラス1で、なるべく距離が遠くなる。この二つの数が離れるのって何かなっていうふうに考えたら、これ、1と4の473乗プラス1でしょよろしいですかねこういうふうに分けてあげれば、 一番距離遠くなるよね。で、それを満たす k だったり、large n だったりが存在すれば、もうそれが最大の整数 n っていうふうに分かるわけだから、それ以上深入り、ね、約数について深入りする必要がありませんよっていうふうに言えるよね。で、今回の場合ね、ここの部分が4の473乗プラス1。で、ここが1っていうふうになるわけだから、ここの間、4の473乗。まあ、結局、2の 乗っってていう風になって2の n 乗の2つ分っていうのは2の n 乗プラス1でしょこれイコール2の n プラス1乗っていうふうになるから n イコール945というふうに言えるわけ。よろしいかなまあ今回ね求めたいのは small l なので n と n の関係はって言ったら n−27 を n にした。ということは n イコールそれに27を足してあげて答え。 という,ふうになるわけですまあこういうふうに問題解けるんですけどやっぱりね一番面白いところは整数問題の3パターンに落とし込んだ後に結局求めなきゃいけないのは最大の整数ね最大さえ求めればいいそっから逆算してじゃあこれ約数っていうのを全部考える必要はなくて差がね一番大きいものを選んであげればいいよねとかねまあ一番最初の 結局 N が27以上の場合を考えればいいわけだから4の27乗でくくれるよねとかそういった最大のっていうところを求めればいいがゆえのいろんなこういう式変形っていうものを学んでもらえたらいいなと思います今後もねこういう面白くてためになる問題をたくさん紹介していきますのでぜひチャンネル登録、高評価そしてこういう動画撮ったしようっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいですということでまた次回の動画でお会いしましょう